グレートブックスっていうあのテーマで私どもあのこの図書館総合展でえずっとあのフォーラムを開いてきているんですけどもえ今回はビジネスの最前線が古典と出会う時まあグレートブックスセミナーフォービジネスパーソンズという題名で一つフォーラムをさせていただきますえ最初に私の方からあのグレートブックスの簡単紹介と今回のプロジェクトについてあのご説明させていただきえその後え実際にその、えー 古典を読むというのをあの、えー、ビジネスの現場でに立つ人たち、えー、現役のバリバリの人たちの間でやってた場合どんな可能性があったのかみたいなお話をちょっとあれは難しさもあったかもしれません、えー、そういう話をしていただくことにいたします、えー、グレートブックセミナーはあの、えーまあ、特には西洋の古典を中心として、まあ、大体哲学書が中心なんですけども それを読み解いていてくセミナーですで大学で哲学の講座を受けた人多くないと思いますけれどもそれのですね言ってみれば大学院でやるようなパターンを市民のレベルでもやろうとあるいは経済界や政治あるいはいろんな専門職にあたお医者さんとか弁護士さんとかそういった方も含めてそういう方々がいわゆるいろんな業界のリーダーシップを取るような方々が そういういこととやってみようと、まあ、これはあのいわゆるえ価値観とか教養っていうものを現実の社会あるいは生活の中にあるいは個々の人生の中に結びつけていこうっていうプロジェクトなんですけれどもえまあ人生に彩りを与えるというよりはもっと実践の場でそれを生かしていこうというえそういうあのテーマで作られたプログラムです。えー、グレレートブックス運動はは全米ではあの市民のレベル及びあの そリーダー養成、えーまあ、とか、あるいはリーダー訓練とか、あるいはあの、えー、専門職の方々がさらにステップアップするためになんといろんな形で使われました、このモーティマジエ・ジェアドラーさんという人がこの全体の企画者ですね、ただ一人でできることではありませんので、あの大変大きな費用もかかった大規模な組織でつ作り上げられたプロジェクトです。 えこうしたちょっと暗くて見にくいですけども、これはあのえーグレットブックスと言われている本の,あの一つのシリーズなんですね。大体、世界思想全集みたいな形になっていますけども、特徴あるのは、この上の方にありますように、いろんな人の作品があるだけじゃなくて、それをこういうふうにえいろんなテーマであのレファランスができるようにしてあるところがあのテーマですだから今回は 例えばここで見ますと、えー、美について考えよう、ここですね、美っていうのんですけど、そういうテーマを今回やってみました。この,このようなプロジェクトは、えー、例えば西洋で、まあ、アメリカでは、発祥地のアメリカですけれども、えー、アスペンというあのスキーリゾートですね、ここで、えーまあ、夏のプログラムとして展開されています。 アスペンに行くっていうのは冬はスキーに行くってことですが夏アスペンに行くっていうとあセミナーに参加するんだねというふうに思われるようなあのところですでそこでこのグレートブックスあるいは現,代非常に現在今我々が問題になっていること例えば右側のものは、えー、環境問題とかねあの再生可能エネルギーの問題とかあるいは今だったら人工知能問題とかそういう問題を語り合うとその時にその単にトピックをあの 語り合うだ、けじゃなくて、それについて、人間にとってどういう意味があるのか、われわれの社会の形成の中でどんな意味があるのかということに結びつけていこうという、そういう傾向を持っています。これが現在では、そういうリーダー層だけじゃなくて、一般の市民の中の、つまり市民が社会を形成しているという意味での市民の中の、あるいはこれから社会のを構成していくことになるであろう子どもたちのためのプログラムとして展開されています。 まあ大学でもそれをいわゆるそのリベラルアーツ教育まずえ基礎を自分の基礎を作っていこうというまあそういう大学のプログラムにもなっているんですねまあこういうものはこのグレートボックスというものなんですけどもえこれをあのえ私たちはこういうふうに今捉えていますえつまりこの従来ですとあのついこの間まではこういうふうなプログラムは 個人にとってのいわば教養とか個人にとっての楽しみとかいわばリタイアした時には役に立つかなと暇つぶしにはねっていうような形だったんでに捉えられがちだったんですけども本来そうではなくて美とか真理とか正義とか幸福とかこういう問題を考えないで政治を行ったりあるいは商品開発を行ったり 会社を経営していったりできるんだろうかということですね。できるんだというふうにいつの間にか思っていませんかということですね。できたじゃないかという人もいるかもしれませんが、その結果一体何が生まれているのかはあの我々にとって目の前にあることですね。環境問題、格差問題、あるいは戦争の問題、こういったものが、えー、大きな危機として私たちに前に来ています。もう一度この えー、考え直さななきゃいけないけことですね、えー、このことは、あのまあ、この表で見ますと、例えば、えー、大学そのものの学び方を考え直そうという問題にもなりますし、一方で、事、えー、業経営というものを、えー、持続可能なものにするためには、えー、根本から考え直さなきゃいけないとか、あるいは特に、えー、今、市場がどんどん変化しますね、会社の置かれている状況も変化していきます。 環境の変化する速度が人間の人生の速度とか生活の速度をはるかに上回っています。それに対して対応できるような能力を身につけなきゃいけないと。つまり次々に自分自身を変化させていくということですね。<laughs> 10年同じ仕事をしているということは、すごいエキスパートかっていうと、あそろそろ会社にはいらない人だなと思われがちな、そういう残酷な面を今の社会は持っています。えー、こういう働き方の変化、まあ、こういう労働のオープン化とか、 あるいは学び方の変化、教育のオープン化とか、こういうことが現実になるところを迎えました。この図書館総合展にテーマしている図書館というものは、そういう大学に付属してきた、あるいは市民社会に付属してきた、そういう装置ですけれども、その大学も市民社会も変化してきている、市民社会は実は市民社会じゃなくて、市場社会に変わってしまったというようなときに、図書館どうあるべきかということもさまざまに検討されていますね。 よより市場ニーズに合わせようというい図書館の変化もあるでしょうしかし一方でより市民社会というものの形成に結びつけな形で図書館を本来考え直すんじゃないべきじゃないかとそういうこともあるでしょう会社も同じで、えー、より市場の変化に対して敏感に変わるようによりフレキシブルに流動化を進めようという考え方もあるでしょうしかし、えー、流動化していくことが えー、社会全体の崩壊に結びつくんだったら、もう一度ちゃんとビジネスというのは何のためにあるのかというと、いい商品を作ろう、ひいてはいい生活、いい社会を作ろうということがあったわけですから、その基本のいいというのは一体何なのかということを考え直すようにところに戻ろうと、そういうこともあるかもしれません。まあ、こういう変化を迎えているわけですね。えー、さて、こういったことを研究するのに、えーまあ、大学で研究しているわけじゃなくて。 あのそういう社会の現場、その最先端にいる人、えー、遊び事じゃなくて、それによって生活や会社の経営が関わっているようなところと、まあ、やってみようと、地図はこれ、東京駅ですけれども、えー、東京駅の前のところに、えー、こビルがありまして、ね、そこがこうあの伊藤基さんの、えー、スインカーと呼ばれている、あのえー、ショールーム兼、えー、ワーキングオフィスになっているところですね。 実際に稼働されている全く新しいタイプのオフィスがここでは作,、えー、作られています。なんかオフィスの雰囲気、通常のオフィスの雰囲気じゃない感じがしますけども、えー、まあこういうものつまりこの、えー、伊藤基さんでは、えー、新しい労働環境いや労働というんじゃなくて、新しいこの働くっていうことをもっと広い意味ではちょっと捉え直して、えー、それに対してどういうふうに空間的に、 設備の上で、あるいはソフトウェアの上で支援できるか、できるだろうかということを研究し、それを具体的にビジネスに展開している会社ですね。こういったところで、このグレットブックスの問題というものをどういうふうに解釈できるかをちょっと検討してもらいたい、まあ、実際、セミナー一緒にやってみようよということをやってみました。東京駅を挟んで、違うところ、こっち側ですけれども、これは、あの、 人材,教育、えー人材えー、ビジネスの,あのパイオニアであるあのパスナーさんの、えー、ビルです。僕も初めて行った時びっくりしました。このなんか黒い画面では黒く見えますけど、これ壁面がずっとあの、えー、植物で覆われてるんですね。今、えー、秋になりましたから葉っぱが落ちていますけども、えー、その中に入ってみますとね、えー、中が野菜工場になっていました。 えー、この左方にいるのはうちの学生女の子ですけども、えー、受付のとこで上見たら上からキュウリが下がってるのでびっくりしていました、えー、1階のフロア、えー、こんな時々のすぐ前の一等地のところで、えー、お米が栽培されてるんですねこう下の方を見るとほらちゃんと土がこうほらなんか本物っぽいですよね <laughs> ディスプレイじゃないんですね えー、ここでこういうふうにセミナーをやっていました学生たちもちょっと参加したりしましたまあちょっと雰囲気まあ皆さんあの、えー、学生時代から哲学の本を読んだことはまあ幸いにしてないよっていう人が多かったんですけれども、えー、まあ、えー、哲学の本は小説とは違うよ皆さん心してくださいねってちょっと脅かしといてから始めて。 い、えー、いろいろやってみてみそれで読んだところどんな感想意見がありますかと、えー、単なるあの私的な感想じゃなくてテキストをきちっと読んだ上でないと発言できませんよとか脅しながらこうやっていきましたまあ,あの最初あの、えー、皆さんちょっとどうしていいか分かんないって感じもありましたが、えー、すぐに慣れてしまいましてですね、えーまあ、いろんな楽しいお話を展開させていくっていうことが、まあ、こういう場面では行いました。 こういう時やるあの僕がやってる仕事がですねレクチャラーではなくてモデレーターと、えー、つまりこの一つの古典を読みながらあのその古典の中に書かれていることを理解し自分の考えにとして育てようとで自分の考えとを自分の言葉で表現してみようとでその結果それを受け取った他の人はどういうふうな受け,こ受け取り方をするだろうかとあるいは場合によっては戦わせてみようと、まあ、こういったことをやってみるのがグレート・ブックスの・のです。 場場なんでですすけけども、まあ、そういういののを、えー、ビジネスの現場の人たたちとやってみたわけですね具体的にどんなテキストを使ったのかちょっとご紹介しておきます。えー、グレートブックスではあの先ほどはちょっと挙げましたいろんなテーマがありますけども今回は美についてというテーマですと。紹介されているテキストはですね旧約聖書からホメーロスやプラットンアリストテレスといった、えー、ギリシャの,もの古典ギリシャのものですね。 でマルクス・アウレリウス、プロティノスとか、こういうローマの、あとアウグスティヌス、トマス・アキノスという中世の、それからモンティーニュ、シェイクスピア、ベーコン、ボルテル・ゲーテヘーゲル、ダーウィン、トルストイなんていうふうにこう展開していくんですね。この,この中で、まあ、学生たちとこういうふうにしてこうしっかり読んでいくんですけども、今回、プラトン、アリストテレス2冊、それとマルクス・アウレリウスを取り上げました。こういうテキストを書きましたね。 でえー、それぞれの中に入っているテーマをあのいろいろ取っていったわけです。プラトンだったら、えー、イデアという概念はどんなものとかですね、えー、この彫像がありますけれども、これはあの、えー、天使みたいな感じに見えますが、これはキリスト教の天使ではなくて、これはギリシャのエロースという神ですね、いわゆるエロティックというののエロースです。 最近の若い人たちの言い方だとあれエロいねっていうののエロですね。これはつまり自分が本来あるべきところに自分は今いない。私は本来あるべきところにいるべきだと。それに向かっていく気持ちがエロースなんですね。だそれは男女間の関係であれば私はこの人と一緒になるっていうことが本当の姿なんだと思えばその人を本当に求めていくということですけどもギリシャのこのエロースは それがこう価値概念なんですね美そのものとか真実そのものに向かってそれを探求せざるにはいらない気持ちそれをこのエロースと呼んでいるわけですでだからエロースは実は非常に感情的というよりは理性的なんですね、まあ、そういうことをプラトンは論じていますそれはこのプラトンの前提になったこのソクラテスという人がどういう生き方をしたのかとか そしてそのソクラテスはそれをどういう形で社会とこうまあいわゆる切ったハったの関係があるわけですけれども戦ったのかとかということと重なっていますま。そういったことをこう考えでギリシャの中ではそれは不死刑っていう問題とかえあるいはその昔魂が覚えていたことを思い出すんだっていうアナムネーシス早期っていう概念になってるよとかこういう何か 日頃は使わないようなあの言葉を見ながらその言葉の意味を自分たちの実感と一緒にこう重なるか馴染むか反発するかこういうことを確かめていきながらこう議論していったんですね次にそのプラトンとはちょっと違う根本的に違う考え方をするアリストテレスの考え方を読んでみましょうと違う世界観がありますよとかいうことを読んだで、でそれがちょっと時代が下がって えー、ローマ時代の、えー、マルクス・アウレイリスっていうのはいわゆるあの、えー、ローマの皇帝なんですけどもつまり政治の立場で、えーまあ、裏切りとかですね、えー、殺し合いとかですね、えー、そういったことの中のべ、えー、てをこの世の中のいろんなあの難しいことのべてを引き受けるような立場の頂点に立った人ですがその人,人が同時に、えー、そういう現実の世界の いろんな変化するところとともに、それを超えてある美しさとか、真実というものに対して一方で向かい合う姿勢を持った人です、いわゆる鉄人王と呼ばれている人の一人なんですけれども、このマルクス・アリエルスの著作、自世録、自分のために書き留めたものという意味で自世録と呼ばれていますがその、その中を読んだりもしました。ここうういうことを通じてですね やってるのはですね、一つ一つの本を、あるいは一つ一つの言説を読んで勉強するということ以上にです、ね、それを組み合わせて読んでいって、例えば今の場面ですと、プラトン、その以前のソクラテス、またアリストテレス、またマルクス・アレリ,リウス、そしてまたその後に続くことになる中世の進学者たち、そしてまた近代、現代と。 まあ、その流れの中に、えー、自分の中で位置づけてみようと。となるとこれはなんか思想史のお勉強みたいですけども、えー、そうじゃなくてですね、えー、こういうことをやりながらこれは単に一つ一つの本と本の間の原説と原説の間の関係を読み解くことだけじゃなくてそれと自分の今、えー、生きている社会の中のありようと重ね合わせてみようということです。分かりやすく言えばプラトンのエロースのような問題を、えー、私たちは 今、自分の人生の中で持っていますかとことです、ね、あなたは今、エロースを持っていますかとないとなったら、そんな人生に意味があるんでしょうかと仕事にエロースを感じるのか、えー、具体的な人間関係にエロースを感じるのか、えー、自分の生活そのものに、この社会に対して、あるいは、 このの社会を一緒にに生きてている他の人たちに対してこういうふうなことを問うことですね。でその上でこれからあの今変化していますから同じ仕事をずっと続けていくわけじゃありません。その時に新しい仕事は出てきてそれに対応するんじゃなくて同時に変化するんですからその変化に対して自分は主体的に関わっていくとなればそのその新しい仕事を作っていくとか仕事内容を少しでも変えていこうとかっていう時に そのののの自分の基盤になるものは一体何なるは何かってこといこですねそれが売り買いのいわば財務諸表に表れるような数字の上だけが基準になっていいんだろうかとそれが数字が上がっていけばいいんですけどもずしもそれは上がるわけではないですね変化いろいろですそれに対して自分の中における価値観とか社会はどうあるべきかとかそういうことと組み合わせていくことが むしろ近道ではないのかなっていう、まあ、そんなことも考えていきましょうみたいな会がありました。こういうふうなところに、えー、だけどあの私はあのこういったことに対して皆さんを指導する立場ではありません。えー、仕事の現場では私よりはあのそれぞれ仕事の立場ある人の方がはるかによく現実も内実も知ってるわけですから。えー そういったときに私が果たすべき役割は、さっき前に出て偉そうに立ってましたけれども、モデレーターという、つまりそれぞれの人がこう抱えている現実、あるいはそれぞれの人の生き方、個人の内面と、そしてその社会と結びつけていくときに、こういう古典のテキストに出てくる概念ですね、アイデアというんですが、それがどんなふうに位置づけられるかをちょっと結びつける、その促進剤みたいなことを。 そういう役割はできないのかなというのはモデレーターの役割ですがそういう役割をしてきました、えー、ここに表現してますのはこれは、えー、直接あの、えー、セミナーに参加してくださった方々に、えー、教科書として、えー、こう渡したものではなくて、えー、これはモデレーターをやる立場に立った人間が例えばこの、えー、今出た4つのテキスト、まあ、3人の思想家を見ていくんだったら それをどういうふうに読み解けばいいんだろうっていうのを事前にこう予習するわけですね僕らモデレーターも。その時に僕が考えた一つの流れですね。<laughs> まあここはの図書館をこれからこのグレートボックスの一つのフィールドにしていくっていうことを提案する会ですので具体的にはその図書館の中でグレートボックスセミナーを運営するときに図書館の関係者は その人たちが主役になるのではなくてその人たちがいわゆるモデレーターにならなきゃいけませんそのセミナーに参加してくれるいろんな人たちが主役になるわけですねでそのモデレーターっていう人はどういう役割をするんだろうかっていうときにそのモデレーターの資質としては、えー、こういうふうなことをやっとくといいよねっていう時のまあ一つの例として、えー、見ているものですちょっと専門的な内容になりますけれども、えー、こういうことを、まあ、なるべくあの事前にやっといた方があのモデレートしやすいと、まあ、そういうことを ご紹介すするために皆さんのハンドアルトにも入れています、まあ、ちょっとこういうふうなお話をしますと、えー、なんか難しそうだなと、えーまあえー、実際今ですねあの大学の中では、えー、哲学の講座は不人気ですであ,のあんまり多くの人は取りません、えー、で哲学で大学院まで行こうっていうのは、えー、親も含めて周囲はみんなあの思いとどまれと。 何をわざわざそういう自殺するような道を行くのだという、えー、まあそこまではないかもしれませんけどもあんまり進められたことじゃありませんしかし一方あの最近哲学のうもなくなったよなと思って本屋さんに行くと哲学入門みたいな方がいっぱい出てません、ね、最近ね逆に言うとこの社会の中ではみんなこの方向性とかあるいは自分の立場とかっていうことに対して 流されるんじゃなくてちょっととどまって考えようよというのはこの転換期の一つの特徴でしょうねその時にこの支援する技術としてこのグレートウォックセミナーあるいはモデレーターというそういう支援の仕組みがあるといいと思うんですねそれをまあ人材教育のという立場からあるいはその働く場の空間を支援するという立場からどういうふうに捉えていったんだろうかというの話をちょっとこれから えー、お話しいいいたただきたいと思いま,すまあ前振りのとこはこんな具合であとはちょっと楽しいお話になると思いますのでまあこの辺りにいたします。